アンウジン、韓国 KBO ネクセンヒーローズ所属、3勝4敗、防御率 1.87、67回、87奪三振、奪三振率 11.63、FIP 1.84。先発で平均球速154キロ。このペースだとシーズン250奪三振超える。これ韓国での成績やろ？佐々木朗希のせいで日本からもアメリカからもあんまり注目されないのは切ないな。失速寸前の山本でももうちょっと援護あったろ。素行がクソすぎて WBC 出場停止されたんだろ。やあ山川。WBC の飲酒問題騒がれてて草。よりによってキム・グアンヨンなの草生える。でも WBC のやらかしなのに登録抹消されるのはかわいそうやわ。後輩ギリしてた先輩を洗濯機の中にぶち込んで国際大会出れなくなった話しか知らない。これで負け越しとか嫌われてるなぁ。どうして負け越しているんですか。ガチで KBO 史上最高の投手や、この球速でコントロールもいいのがヤバい。韓国に戻ったアルカンタラも防御率1点台なんでしょ。防御率 2.20、 FIP 2.76 や。アルカンタラでも活躍できるくらいやしなぁ。 KBO では最強なんやろうけど初戦は KBO よ。20勝したシーズンのアルカンタラは防御率 2.54、 奪三振率 8.24、 FIP 3.06。 アンウジンとは格が違う。アルカンロハスが KBO で WAR1 位にやったからな、お察し。アルカンタラって阪神にいたしょぼい方のアルカンタラか、びっくりしたわ。そりゃこんな奴の成績で日本人が騒ぐ理由がないしな。 KBO は全く参考にならない。 KBO 最高投手よりソフトバンク戦力外の方が信用できる。チナトラ。